皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の堀です。本日はタンパク質が不足するとどうなるのかという点についてお話ししていきたいと思います。タンパク質が不足する原因として何が考えられると思いますか？理由はいろいろあるにしろ、一番大きな要因は食事の量が少なくなる、減少してしまうこと、食事の内容の偏り、大きな理由としてはこの2つが挙げられるのではないかなと思います。こういった理由から、特に高齢者の方は食事の量が少なくなってしまったりだとか、私の祖母とかもそうなんですが、気に入ったものをこう毎日食べてしまうような食生活になってしまったりとか、そういうケースが非常に多いというふうに聞いています。特にタンパク質ってお肉とかお魚とか卵ですとか、顎を使ってしっかり咀嚼して食べる食材が多いので、高齢者の方だと歯の調子が悪かったりして敬遠してしまいがちっていうところも不足につながります。これからお話しする内容は皆さんもそうなんですが、ご家族に高齢者の方とかいらっしゃったら是非伝えてみてあげてほしいなと思います。タンパク質で三大栄養素の一つで非常に重要な栄養素ではあるんですけれども、主菜に多く含まれる栄養素なので、しっかりちゃんと食事をとろうと思わないと意外と取れていなかったりすることがあります。他の三大栄養素の炭水化物や脂質っていうのもあるんですけども、極端な話、菓子パンを食べてしまえば取ることができるような、意外と多く取ってしまいがちな栄養素なんですが、それに対してタンパク質は意識して取らないと意外と取れてないっていうのが特徴の栄養素です。じゃあ不足するとどうなるのかというようなお話になります。タンパク質は体のあらゆる部分の構成成分になっています。例えば筋肉ですとか髪の毛、お肌、爪、内臓、臓器ですね、血液の成分だったりホルモンとか、体を構成する全てのものといっても過言ではないぐらいいろんな部位に関わっている栄養素なので、不足するとどうなるのかっていうのがちょっと見えてくるんじゃないかなと思います。極端にタンパク質が減少すると筋肉量が低下していきます。そして疲労感、倦怠感につながったりだとか、お肌とか髪の毛の材料にもなるので、不足すると肌荒れが起きがちだったりだとか、髪の毛が傷んだりとか切れやすくなったりだとか、ツヤがなくなったりだとか、爪が薄くなったり弱くなったりだとか、関節痛でですとか、免疫の機能が落ちてきたりだとか、基礎代謝量、普段生きていく上で知らず知らずのうちに消費しているエネルギーのことを言うんですけれども、基礎代謝量が落ちることによって後々肥満につながったりだとか、そういったケースも考えられます。タンパク質が不足しないためにどうしたらいいのかという話になるんですが、まずはご自身に必要なタンパク質の量をしっかり意識するっていうところが大切かなと思っています。目安として覚えておいていただきたいんですが、運動だったりトレーニングを日常的にしていないっていう方は、ご自身の体重1キロあたり 1g ぐらいのタンパク質を摂ることを心がけてみてください。体重が60キロの方だったら 60g のタンパク質を最低限摂るようにしてほしいなと思います。日頃からトレーニング、運動をしている方だったら、体重 1kg あたりだいたい 2g ぐらいのタンパク質を摂ることを心がけてください。体重60キロの方だったら 60×2 で 120g のタンパク質になります。だいたい1回の食事でご自身の手のひらサイズ分ぐらいのタンパク質を使った食材のおかずを取り入れるようにしてほしいなと思います。一品で全部網羅する必要はなくて、豆腐と納豆とかお肉1枚だとかお魚1切れとか、自分の手のひら分ぐらいを1回の食事でタンパク質を含む食材を使ったおかずを取り入れていただくと、これを1日3回やったとしてご自身の体重分ぐらいのタンパク質を取ることができます。日頃トレーニングとか運動とかされている方は、トレーニングしていない人の倍の量必要になるわけなので、手のひら分ぐらいの食事にプラスしてプロテインだったりをうまく取り入れていただくのがおすすめです。ちなみに B レジェンドプロテインは1杯飲んでタンパク質が 20g ぐらい摂ることができます。では本日はタンパク質が不足するとどうなってしまうのか、不足しないためにどうしたらいいのかという点でお話しさせていただきました。日本人はそもそも不足しがちな傾向にはあるんですけれども、高齢者の方は特に不足しがちな栄養素ですので、ご自身もそうですし、ご家族に高齢者の方がいらっしゃったら、タンパク質の摂取っていうところも意識して心がけてみていただけると嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。